なんで中島使うの、意味が分からんわ。はい余裕はい余裕イージーロナウジーニョ、前半開始早々電光石火の先制点。でもお前はダメだよ、野球。お前は不適切。マジで。怒るよ、中日が。無理ー、ナイス。あ、もちろん実際に俺がね選手と会う時あるじゃん、ソフトバンクの選手とかあったけど、それはもちろん選手付けで、甲斐選手とか。それは年下年上に限らず選手付け。いやでも別にファンとして見るときはいいだろう、呼び捨てで。呼び捨てで切れるやつなんている逆に、選手で。野球選手もさ、俺より下のやつ多いんだよね悲しいことに。やらかした、ごめん。なんか最近俺がやらかしたらごめんって言っちゃうんだけど、野良の人に。なんか虐待受けてるみたいな。ネッピーもよくごめんねって言ってる。ネッピーってなんかそういうこと言わない。あーごめんね、かっこいいかよ。ネッピー、ネッピーかっこいいかよ。無理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 、これは大事故大事故。無理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 、助けて。無理、いいネッピー、ごめんね。ネッピー声かっこよくない？ネッピー結構好きだよ、何度も言うが。嫌いなやついねえんだけどさ。俺が来た、任しとけ。全てを開く、道を開く、道を開く。はい、来た。
これが黄金ムーブ。小学生セクハラ。ベロ中？どういうこと？ちょ、やめてくれる？そういうなんかエッチな話題出すのも。なあ、そういうのいいから。うちの枠そういうのないから。パージできなかった。タイちゃん下ネタ多い。お前らが多いんだろ。下がってんのかお前ら。帰れ。なんで今クルリンパなんないの？これジャンプ中に発動したらダメなの？もしかして。クルリンパってしなきゃ今。クルリンパしてたら倒してるからな今の。ジャンプ中に発動したらダメなのか。全部剥がしただけなんだけど今の。ねえ、アーマーやめない？アーマーやめないか？剥がしただけやん今の俺が。やばいこれ。いやうぜえたっけ。ベイビオッケーオッケー、2枚やった、2枚やった。多分これリードしなきゃダメ、絶対ダメ。死ぬなよ絶対に。ナイスそれだ、勝ったわ。
ほげー。いや、今のは楽しい。今のは最高に気持ちよかったわ、この武器。面白いな、この武器。またハマっちゃった。クロミンはなんかディシート的な匂いがする。パークロは裏でやってるし、パークロ見てもだって野球知ってるやつ少ねえもん。俺が吉川直樹がとか言っても分かんないでしょお前ら。それがつまらんもん。キャンプ強っ。やばいけど。いいな。無理ナイス。アイちゃんパワープロやってるから興味持ち出した。まあそれは嬉しいわ、俺野球好きだから。野球見に来て、なんかオールスター結構なんかチケット取れたらしいね。ちょっと悩んだんだけど、甲子園球場の行けばよかった。あの忖度見たかったよ、忖度。忖度サイクルヒット。あ、プロスピアやるよ、多分。プロスピいつだっけ ?2 日後?あ、明日か。いや、松田かっこいいよな、あれ。あつも本当にね、いい男だなって思った。いやまああれいろいろなんか叩かれたり、まあ良かったり、いろんな意見があるけど、一つ言えるのは、あつをかっけえなって。それはガチ。忖度サイクル、タイジさんはどう思うんですか?でか、そもそもね、俺はね、オールスターどうでもいいんだよね、結果。俺、巨人応援してるから。別に、オールスター楽しいから、別に何起きても俺は何も思わん。別に、記録にも残んないし、記憶に残るだけでしょ、あれなんて。
まあやりすぎって言われると確かにやりすぎてた感はあったかもしれない、あのゲンダあたりが主に。まあでも俺は別にいいと思うけど、野球知らねえやつ何言ってるか分かんないと思うけど、野球の会話するとつまんないってくるんだもん。野球の話したいもん俺好きだから。お祭り、もうピッチャーもストレートばっかりでしょあれって。そんなガチで投げる人なんていないし、シーズンあるから。